はい、皆さんこんにちは、マネルグリフィッシュです。では今回は、三国志14続けていきましょう。東卓軍との戦いが続いてるんですけども、前回同様ですね、どうしても孤狼艦を抜くというのは、難しいという中、やっぱり孤狼艦以外の場所からね、攻略を目指していこうとなると、この円の攻略、これが必須になってくるので、その準備として孤狼艦の前には一大要塞地帯を築いておこうということになります。で、孤狼艦では敵を引きつけておいて、本体を円へ送ると。ただ円も今兵力1000、武官に7000、最低でも1万ぐらいの軍勢は必要になってくるかなと思われるので、どうなんでしょうね。今の現有戦力で果たしてどこまで戦えるのかというところかな。あとは董卓自ら3000、さらに配下の兵合わせて3000、合計6000の兵で炎術を攻撃中なので、これまず董卓軍の炎術を董卓自ら出撃してきているのを叩くというのもありですよね。ただ味方の兵を合わせても1万だからな、孤狼艦を抜くのは無理だな。ちょっと悩ましいなというところですね。せめて董卓軍にね、誰かが攻撃を仕掛けてくれていたりすると、我々としてもすごく戦いやすい環境づくりになると思うんですけど、今のままだとね、はっきり言って董卓とまともに戦ってるのは我々と炎術だけになっているので、孤狼艦をどうやって抜くかだな。ご確認ください。とりあえずこの牢屋をダッシュしに行きますか。お、敵が出てくる。洛陽に退却するのか。ちょっとこれだと兵力差がなさすぎて攻略するのが難しそうだな。うまくいった。誰かが滅んだな。長老軍が滅びましたね。洛陽に1万3000でしょ。この洛陽にいる1万3000を撃破するのは無理だな。とすれば、聞いてくださいよ。むちゃくちゃ金とか入ってくるようになってるけどね。なんだ。ちょっと補修をしながら帰って、一度分かった、ここに孤狼艦以外の場所から攻める手立てを考えましょうか。敵の破壊工作が効いているなという感じがしますね。じりじりと減らされているのを見ると。どうした、任せろ。ここに。わかり申した。どうした。
わかった。ここまで発展させた。ごめんなさい。当初は敵に奪われたくないしね。死者が面会を望んでいます。トータクからどうせ返せって言うんだろ。いや返してやってもいいんだけど、名品三星刀をよこせと。三星刀は返してくれないな。返してくれないっていうか交換してくれないな。報告いたします。よし、金も含めて結構今いろいろあるんだけどね。いかがした？かしこまった。孤狼感さえなければ正面決戦というね、手立てももちろんありなんですけど。軍落台がもう完全に破壊されつつあるな。聞いてください。そしてここで読んだか、切れちゃうんだな。いかがした？心得申した。神前送っておこう。あと1ヶ月で同盟が切れる。一切承知で、すかさず同盟の復活を延期っていうのがね、現在のこの三国志14ノーマル版だとないんで、同盟の延期はね、ぜひパワーアップキットで欲しい要素かなと思います。聞いてください。さて軍落台の、うむ、補修を確実にやろう。だと外交だね。同盟、再び同盟を一から結び直させてくれと言いに行かなきゃいけない。本当に無駄だからね、せっかくの同盟が生きてこない。いやー、円に9300か。これと戦うのは厳しいな。どうやって戦うかだよね。いや、トータクの勢力がでかくなりすぎてて厳しいな。ここにカーンがいるね。さすがよ、カーン。今洛陽に15000、五郎館に5000、韓国館に11000、まあ合計で30000。これがいざ陳留に攻め寄せてきたらとてもしのげないので、まあ三層に一大要塞地帯を築いているんですけど、これでなんとかね、しのごうという中、五郎館方面の敵に備えて、まあ兵を仮に5000置いたら遊撃軍が5000だけになってしまうんですよね。この5000でどうにかできるかっていうとちょっと難しいよな。うむ、五郎館を抜くというのは無理だからな。
報告いたします。なんか軍拡大の補修ができないでいるのはなぜ？このままだと軍拡大、貴重な軍拡大が突破されちゃうけど、ちょっと一旦こういうルートがありなのかどうかっていうので確認する。可能だったらこれでちょっとね、川を使うという作戦を考えましょう。まあでもね、3万の敵を相手にするのは無理だから、可能性があるのかどうかっていう確認だけですね、今は。じゃあ同盟結びに行きましょう。どうしようかな。炎章、いやー今同盟っつってもな、結局どうにかなる相手じゃないからな。東卓軍が圧倒的すぎるので、どっかでその東卓軍を倒すためにまとまった兵力が必要なんだけどね。一応海を渡ることは可能だな。うん、川を渡ることは可能そうですね。聞いてください。とはいえ、今これを使って突撃するのは馬鹿げているので戻りましょう。命令で。一切承知。軍拡大が破壊されるな。ご確認ください。もし間に合えば今度こそ軍拡大を補修してきてから帰ってきてほしいかな。何か大きな動きがないとなかなかチャンスが巡ってこないかな。おお、これは僕ように炎章軍が乱入してるな。となるとここは炎章と同盟を結んでおこう。もともと炎章とね、仲が悪いわけではない。もちろん後にこじれにこじれる仲ではありますが、金を渡して炎章と同盟を結んでおこう。分かった。でそろそろ同盟は切れるんじゃない。そうだよね、同盟切れるのであればここは勢力を伸ばすチャンス到来。陳留から、そうそう、学欲で出ましょう。占領。皆の者、出陣だ。で、学欲の陣が引ける人を引き、もういないんか。じゃあしょうがないね。A は、まあ5000ほど引きましょうか。よし。関羽に攻められたら牧羊なんてあっという間に落ちそうだな。あ、牧羊が制圧された。
となると炎章に全て取られたので占領するのなんてやめよう。軍拡大が破壊された。そして炎章とことを構えるなんてもってのほかだからね。そうなるとちょっとどうしようかな。義勇兵ちょっとこれ発動可能だな。中身見てみる。で結果は本拠の兵士が増える。まあ、速攻でやろう。で2000ぐらいいたよね。3000か。まあ5000ぐらいになったっていうのはまあありがたいけどな。なんだ、ちょっと求めていた結果と違うな。こうなると炎術と切るっていうのはありだね。炎章がまあしっかり同盟を結んでくれることが前提ですけどね。どうした？今はその東卓軍とどう、まあ、勢力をね、保つかということになるからな。こうやってみると曹操本当にひ弱だからね。支配都市はまあ言ってみれば一つだけでしょ。ここは攻め込むしかないな。 OK だ。そしたらちょっと同盟とかを結びに行きつつ、潰すところは潰す、取るところは取る、まあ、ちょっとそういうメリハリをつけていきましょう。任せてもらおう。日和見でやってるとなかなか打つ手がなくなって、気づいた時にはもう傍観者にならざるを得ないというね、まあ、そういう日でも考えられる。よし。では、矛先をちょっと一点変えて。いや、23000の兵とかさ、もう絶対無理だからな、攻略するのが。ちょっと待ってね。本当に打つ手がない。どうする？東卓軍とぶつかるのも厳しいけど、炎術がいる間に、まあ炎術はもう死んだけど、まあ生き、頑張ってくれてる間になんとか、やっぱり炎を狙いに行くしかないのかな。待て、分かっている。頭痛がする。たやすいことだ。いかがした？呼んだか？おう、何用か？うむ、
いざとなったら陳留にいる5000の兵で古老館から出てくる敵を迎え撃ちましょうか。何？炎章と同盟が拒否されるのか。どういうことだよ炎章。マジか。王卓からの使者、王院が来たのか。いや、拒否。西に遠藤東卓、少し疲れました。東に遠征、ありえないな。置くように2万でしょ。だってご確認ください。いや困ったな、どうする。いやなんでさ、そもそも拒否するのかがわからない。炎章は炎章はだって悪いことないでしょう。我々をね、対董卓の最前線に送り込んでおいて、その間にうまいところだけ奪っていくっていうね、そういうことも可能なわけでしょう。なんとしてもここは炎章と聞いてください、しっかり同盟を結ぶというところまで持っていきましょう。うわ、どこに向かっていくんだよ。親密になった相手に対して攻撃を仕掛けてくるなんてありえんだろ。劉表も同盟にしてくれないか。ただ親密になった今ならさ、炎章に関しては同盟結んでくれんじゃないの。聞いてください。いやこれ一度兵を返した方がいいんじゃないか。どこに向かってる。そもそも進軍、なんとしても同盟を結びたい。それ以外に生き残る術がない。だって東に董卓、西に炎章なんてありえないからね。これ金も大量に積む。頼む炎章、かしこまりました。味方になってくれ、それだけですね。ちょっと待って、人材、違う、外交、親善、同盟切れしてる。いや同盟切れはしてない。担当官任命書なんか知らんけど手に入れちゃったからね。心得ました。報告いたします。まあ炎章軍もうんぬんかんぬん言われてもな、今その炎章に対して何かできる状況じゃないからな。まあ、ちょっと炎章との同盟を探っていきますか。ちょっと今回も何の見せ場もなく進んでしまいましたが、
袁紹とは同盟を結びつつ、東卓軍の切り離した、いやーでも洛陽に2万の軍でしょ、これも難しいよな。一度兵を引き上げた方が良さそうな気もしますけど、はい、ではじゃあ今回はねここまでさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。